いやー、澄み渡る青い空ですよね。こういう時はやっぱり野球日和ですよね。じゃあ始めていきましょう。技術佐藤の1K は三振1個と1キロヘルツラジオ、パチパチパチ。始まりました。いや、始まってないんですよ。いや、今日のゲスト、MBS 三浦アナウンサーです。僕ゲストですか、はい、いやいや、違う、僕の番組です。バズヒロマサキのさあ、ということで始まりました。この番組はですね、私バズヒロマサキが MBS の野球解説者の方にバズるバッティング、そしてバズるピッチング、バズる守備を教わり、プロ野球実況アナウンサーとして、はいはい、ごめん、大丈夫大丈夫です。大丈夫ですか。どっから行きましょうか。ここから最初から、おもう一回行きましょうか佐藤さんのくらいから俺が回ってないこれは全然大ありですね。はい、これはだいぶやらかしてますよ佐藤さん。これは出たい感も強すぎて、はい、本職ですよ佐藤さん。こっちが喋る方に集中しちゃってますから。これ取り出ます、はい、これ使い、絶対使います。怒られるやつです。本当に怒られるやつです。全然大丈夫ですよ。はい、空は取れてます。はい。声、はい、だけですね。はい。はい、大丈夫です。はい、もちろんです。はい。いやー、澄み渡る青い空。ね、もうこんだけいい天気だったら、もうするのは一つ野球っしょ。まあ、今日はね、しっかり音取っていただければ大丈夫なので、そうなん、はい、さあ気を取り直して、私の辞書にサブはなし、気持ちは常にフルスイング、バズヒロマサキです。よろしくお願いします。さあ今回もですね、私はウルトラの夏のユニフォーム、この真っ黄色のタイガースのユニフォームと、そして私が現在所属している草野球チームのですね、帽子をかぶって、そして真っ赤な赤色の自前のですね、グローブを持って、今回はこのチャンネル参加させていただいております。もう今日はね、気合入ってますから。なんといっても私、今回ですね、バズるピッチングを教わるんですけれども、私草野球で現在ですね、ピッチャーを担当しておりまして、現在2桁勝利まであとわずかという今年、現在9勝を挙げておるということで、気合は非常に入っております。今回のゲストは近藤徹アナウンサーです。はい、私が近藤徹ですさあ、しっかりとモノマネから入っていただきました薮健さんです。お願いします。はい、よろしくお願いします。焼肉、しゃぶしゃぶ、すき焼き、ステーキ、食べたい、淡路ビーフ。いや、近藤徹アナウンサーのラジオ CM の話しなくていいですから何人伝わるんですかね、これ。いやいや、もう100万人には伝わってますよ、はい、あ、伝わってますか、はい、もうヤブさんとはですね、昨年のナイターオフの期間にヤブーラブラ歩きという番組を一緒にやらせていただいて。あれ、ボル2はないの。あ、今回はですね、はい、やっぱりこういったご時世なので、なかなかブラブラできないと。あ、そうか、そういうことか、はい、今回のナイターオフはこういってバズヒロマサキのバズるピッチング、そしてバズるバッティングを学ぶ番組となっております。こちらの施設、まあ、今日ですね、ここ、はい、フットサル場なんですけれども、特別に許可をいただいて野球をしても大丈夫ということなので、ここでですね、バズるピッチングを学びたいと思います、はい、ありがとうございます。さあ今回は薮さんにですね、目指せ150キロバズるピッチング技術ストレート編と題して、いろいろと教わっていきたいと思います。誰が150キロ。バズヒロマサキです。バズらないよ。バズらない140にしようよ、まずは。140ですか。140が現実的な数字だと思うから。やはりその夢の150キロというのはやっぱりなかなか出ないものですかね。トレーニングしてないもん、これ肩じゃ、これペラペラじゃん。いや、だいぶ家でダンベルとか持ってるんですけど、痛い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 。ヤムさん、グリグリ肩甲骨あたり、ここここここ痛い痛い。いや、グリグリされました、ね、ここに筋肉がないから、まだ、はい、150は出ない。ぷよぷよでした今。ぷよぷよ。これだったら140はでもどうかなって感じだね。厳しいと。投げていく中でいくかもなっていう。あのシアトルマリナーズのジェイミー・モイヤーっていうね、左ピッチャーがいるんですよ。彼を目指した方がいい。そのモイヤー投手はどんなボールを投げるんですか。130キロぐらいのまっすぐと、はい、チェンジアップとフォーク。あ、じゃあメジャーにしてはそこまで速い方ではない。それでも50歳ぐらいまでやってましたよ。あ、そんなやつなんですか。なるほど。じゃやっぱコントロールというのも大事なわけですね。そうですね。低く低く投げる。膝元を狙って、はいはい、そのあたりのピッチングの技術を今日は教わりたいと思います、はい、まずはキャッチボールからちょっと教わっていきたいと思います。こうやろうよ。はい、まず、肩幅より少し広く、肩幅より少し広く、そして、リラックスして、はい、手をだらんとして、ボールを持った手は太
太ももの横。太ももの横、はい。そして1、2で投げるんですけど、その1の時に上がる場所ね、はい、いわゆるトップ、ここを一定にするために脇の下が90度、脇の下が90度、それで肘の角度も90度、はい、はい、ここに同じように上がるように1、それで2でボールを前の方に上げて投げるを 1、2の動作で、はい、はい、1、2、あ、そうそうそう、ほう、はい、1、2、同じところに、はい、上げて投げる、そうそう、1、2、その上げていくときもボールから上げていったらいいから、こう肘から上げないでボールから上げてっていうからいいから、後ろに壁があっても投げれるぐらいに、はい、後ろの方にこうねじたりしないで、1、2、これ薮さん今これは何の動作を確認している、これはだからもうまず投げるっていうことを、6個あるんで6種類、なるほど、はい、私の YouTube を見てもらえば一目瞭然なんですけど、薮チューブを見ていただければ、はい、これがまず1ね、はい、6動作あるわけですか、ね、6動作にはこれが1で、今度2に行きます。2はグローブの持った方を前に出します、グローブ持った方を前に出す、はい、手をね、はい、で顔ぐらいの高さかな、顔ぐらいの高さで、それで1、2で投げる、グローブを前に出したまま先ほどの1の動作を、はい、1、2、ほら同じとこ上がってないよ、はい、1、2、おお、上げる投げる、はい、これが2番、これ2番、はい、はい、今度3番ですが、この前に顔の前に出したグラブね、はい、これを1、先ほども同じように上げといて、今度体を前に倒す、2で、ちょっと引きながらグラブを胸に、グラブをちょっと引きながら体を前に倒す、うん、1、2、倒す前に、あ、だんだんとなんか投げる動作に近づいてきました、前に倒れてないじゃん、もっと1、2、ちょっと引きながらですね、はい、グローブを胸の前に、胸に引きながら、うん、胸に引きながら体を前に倒して、同じとこ上がってない、近いというのは、この上半身の体重をボールに乗せるってことね、上げて乗せる、乗せ、そうそうそう、うん、ボールに体重を乗せる、はい、うわ、やぶさの球強くなってくるよ何もしてないよ、同じ動作だけだよ、この重さが加わるだけで、こんなに球強くなるんですか、うん、一気に、はい、これで3、これで3、はい、あと3ステップ、今度4です、4から大きく変わります、はい、4は出したグラブをそのままに置いといて、今度は横に入る、体を横向きにする、うん、はい、横に90度ね、それで同じように1、2で投げる、あー、なるほど、うん、先ほどの動作を正対するではなく、うん、相手に肩を向けながら、はい、グラブを上げたまま、上げたまま、さっき邪魔になったところね、この顔の高さ、はい、でそれで横に入って、手を上げて投げる、先ほどの動作を体を横向きしてやる、はい、1、2、そうそう、その時にねじるっていう動作が入ってくるでしょ、体が、はい、こうね、なるほど、両足はまだついたままで、はい、これも足は肩幅よりちょっと開くぐらい、ちょっと開く、1、2、そう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 、おお、1、2、これは4番ね、ねじる、おお、そうそうそう、おお、1、2、そうそう、これだけ細かく分けるんですね、順番にね、動作も1、2、そう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 、で今のが4番で、今度5番、はい、5番はさっきあったところから体を投げる方向に倒していく、はい、いよいよ投げる、今度は投げる時に体をしっかり前に倒す、うん、そう、上半身を倒す、倒す、上半身、頭をこっち突っ込んでね、はい、いきます、1、2、おお、1、2、いいじゃん、いいじゃん、それで体倒すね、倒す、上げて倒す、よし、これが5番で、今のいい、今のいい、5番ね、はい、で6番は、はい、さっきの今ので前の足を上げて1、2、3で投げる、お、これも完全に投げる、これも完全に、足上げた時はまだ手が下で、グラブは上ね、1、2、3、1はまだここに置いといて、はい、1、2、3、そう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 、おお、そうそうそう、1、2、3、足を上げた時は下ろしてて、でグラブも高いままそのままキープ、はい、頭こんがらがってきました 1、足上げるだけで、1は足上げるだけ、1上げるだけで、2で、2でもうトップ、2で腕をトップに持ってくる、3、じゃあ1、2、3、1、
2、そうそう、3、2はトップと着地ね、はい、2はトップと着地、あ、だからこうやろ、1、はい、足上げる、2、3、1は足を上げるだけ、2は足を着地すると同時にトップを作る、で3で投げる、で3で離す、こうでしょ、はい、1、2、3、おお、ヤブさんの球受けてますよ、はい、1、2、3、そうそうそう、それで投げ切って最後は上半身が地面と平行になるぐらいまで倒していく、そう、頭をしっかり前に倒す、1で足、1、2、3、まあ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 かな、まあまあ、よし、いきます、はい、上げる腕、倒す、 OK、 もう痛いな、ちょっとキャッチャー取ってもらいたい、とっておきのやつを伝授します、とっておき、はい、で普通こうちょっと指1本ぐらい開けますよね、開けてます、はい、これはあんまり速い球が投げれない、そうなんですか、速い球投げようと思えばこれをくっつけて投げる、くっつける、そう、くっつけていいんですか、くっつけていいですよ、3本は無理ですよ、3本は無理ですね、2本をしっかりくっつけて、はい、2本の指で、はい、この指先でボールをしっかりグッとこう押す、はい、ボールというかね、その方があれですか、力が伝わりやすい、力が伝わるじゃん、強いじゃん、強く、はい、1本の横を間開けるよりも2本揃えて、はい、グッとボールのこの縫い目をグッとこうスピンかける、ボールはどういう感覚でこう切る感覚なのか、スピンをかける感覚、スピンも両方だよね、両方、うん、ギュンと、だからもうくっつけて、くっつけて、うん、ギュン、おお、あ、そうそうそう、なんでしょうかね、指先が今までは離してたので、なんかこう2本のところ、人差し指と中指それぞれ力を入れる感覚だったんですけど、くっつけると一点集中でこうグッと押せる感覚があります、おお、球速い、速い、切れてる、切れてる、なんか速くなりました、おお、いいですか、おいいよ、おい、俺の体重よりまだいってないな、ヤブさんそんなにあるんですか、113、え、113、113、113超えよう、いきます、はい、1、おー、114、これで今度水色、はい、今度は一連の動作で、はい、こっから行って足を高く上げてから投げてる、足を高く上げる、膝をね、膝を、はい、できるだけ高く上げれるところから、膝どのぐらい上げるんですか、いやもう上げれるところまで、上げられるところまで、え、あれですか、あ、そうそうそう、あのヤクルトの小川選手みたいなやつ、そうそう、いきます、117いきました、おお、ほら来た、上がった、120は出る、120は出る、いきます、でもう一つ言うと、はい、こうまあ左ピッチャーだからこうすると、これで右足を前に出す、ちょっと半歩ね、はい、半歩、そうするともう肩がこう前の右肩が出てくるじゃん、あ、はい、ほでそのまま左足を踏み替えてグッと上げていけば、そうそうそう、ほうほう、頭の位置をこの左足の軸の上からずらさないように、ここから右足を前に出しといて、はい、それでこうやれば、そう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 、動きが少なくてバランスよく一本の足で立てるでしょ、なるほど、右ピッチャーの人だったら、いや、反対反対、右の人だったら左足を前に出して、右ピッチャーなら左足を前で、左ピッチャーだから右足を前に置いて、はい、そして軸足の上に頭がある、最初からじゃあ体をちょっと斜めにした状態で、そう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 、45度ぐらいね、はい、45度ぐらいで、うん、そっから45度だって言ってんの、え、45度、左足、じゃあ右足前だからもっと、右足前にして体45度もっと、あ、それぐらい、それぐらい、それぐらいでいい、で、そっから、はい、あ、左足1本で立ってる、左足を立って踏み替えて、踏み替えるような感じ、踏み替えて、で、足を上げてグッと、そうすると、頭の位置がこう絶対軸足の上からこう、はい、外れないからバランスよく一本の足で立てるでしょ、お、必ずここに戻ってくるから、はい、そう、こういう外れたところから戻すんじゃなくて、そのままをキープした方が前の足、振り子の足がいくらでも高く上げれるし、やっぱりブレない方がいいんですか、そうそうそう、動きは少ない方がいい、動きは少ない方がいい、はい、
軸足に頭を乗せたまま、うん、そこで今度かかとで踏み込めばいい。ああ、そうそうそう、います。45度、軸足に向かえて上げて、そう、おお、ナイスボール、ストライク、ストライクいきました。ストライクだし、うん、そうそうそう、セットに近いワインドアップやね、ドン、はい、かかとドン、そう、上げる、おお、いいんじゃない、おお、溜まってるよ。まあ125はなんか120っていうのが今日のあれかな、120超えたら合格ライン、合格やね。よっしゃ、よし、キャッチャーかかって、はい、お尻から降りていくわけですか。そうそうそう、足を上げてお尻から、うわ、うん、これを自分で、はい、これ股関節も柔らかくないと、まあね、うん、なるほど、それぐらい加速つけないと自分で、いきます、ファースト、お、122きた、きた、出た、ヤムさん出ました。ほら、125だよ今日、まあ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 、よしだな、120は超えました、120超えたな、やっぱお尻からグッと持っていくのが良さそうですかね、これヒップの力を使ってな、だから下半身の力を出して、うん、いきます、はい、お尻から118、アベレージで120ぐらい来るよ。そんな一気に変わるんですね、お尻からで。お尻、お尻、ケツをキャッチャーの方に。ギュッ。お、124。124。マジかよ。来た来た来た。124。あと1キロ。あのヘナチョコボールが124。今日だけで何キロ上がってるんですか、急速。いや10キロが上がってる。すごい。フリーフット、右足高く。はい。膝を上げて。ギュッ。おい、いい、121。おお、あ、コンスタントに120は超えてきますね、うん、軽く、すごい、いきます、指、指に、あ、折れた、ナイスボール、122、122、普通に120は超えます、120、アベレージだよ。え、うん、こんな簡単に急速上がるの、そうだよ、すごいですね、ええー、ないきます、ワイズミ、ユウイチの、えな、あ、29、129ちゃう、え、嘘、29キロ、いや、129だろ、もう一回、もう一回、もう一回、それ、えな、ね、出たね、今、いきます、えなで、ワイズミ、ユウイチの、えな、おい、ナイス、ちゃん、あと2キロ、え、ラスト3球、わかりました、朝から行っとくで、朝から行きます、かしこまりました、いきます、小森康則、朝から、で、小森、あ、開けた、8、あ、でもなんかちょっとギュンって今いった気がします、はい、ラストに行け、松井愛の少し、あ、いいじゃん、119、違うな、愛さんじゃないな、やっぱり最後はあの方で締めますか、いきます、ワイズミ、ワイズミ、ユイチの、えーだ、お、なめ、さあ、第3回の MBS ベースボールパークプレミアムチャンネル土曜日第2部、バズ・ヒロマサキのエースで4番への道、前編、ヤブさん、いかがでしたでしょうか。いや、よかったんじゃない、僕は120キロを超えないかなと思ってたんですけど、意外にも123出ましたもんね、はい、頑張りましたね、ありがとうございます、はい、いやでも本当にいろいろと教えていただいて、なんとかこう120キロこう前後コンスタントに出すこともできるようになったので、うん、はい、ぜひとも皆さんにもね、こういろいろとチャレンジしていただければなと思います、うん、さあ、それでは最後にですね、今日私がヤブさんから学ばせてもらったバズるピッチング技術ストレート編を一言発表させて、まとめさせていただきたいと思います、はい、それはストレートの基本は指を揃えるです。すごいよ、これは、これだけで超一流の人がやってることですから。結構プロ野球選手もそう、速いピッチャーはみんな2本指揃えてるから。そうなんですよ、うん、間空いてて速い人あんまり見たことない。でも私も先ほどやらせていただいたら、一気に結構揃えた瞬間に5キロぐらい上がったので、球速が。これぜひとも皆さんに試していただきたいと思います。
さあ来週はバズるピッチング技術変化球編を矢部さんに教わりたいと思います。矢部さん、いろいろと変化球の方もよろしくお願いします。わかりました。なんか来ましたね、はいはい、それではまた土曜日午後8時にお会いしましょう。せーの、やぶらぶら。違うんですよ、あのボケが渋滞してますから。それヤブさんに関してはナイターオフの期間、去年やってたヤブラブラ歩きの締め方ですね。なんで佐藤さんも出てきてるんですか、これ。いや、出ろと演出が言われたから、はいはい、言われた通り動くんですね、しっかり、はい、それではまた来週土曜日午後8時にお会いしましょう。せーの、バズヒロ。